皆さん、何でしょう。最近またおすすめの漫画お願いします。すぐ聞きに来るよ、はい、今回じゃあ俺ずっとこのおすすめ漫画で紹介したかったけど言ってこなかった漫画があって、マイホームヒーローっていう、確実に実写化されます。イエーイ。作者の方が浅木雅史先生っていう、この先生が過去に書いた作品、サイコメトラ、エイジ、国光の祭り、シバトラ、これも実写化します。おお。もうこの先生が描く漫画基本も実写化されてます。で、このマイホームヒーロー俺の中では TBS 日曜9時だと飛んでます。なぜその枠かというと、一部二部構成なのよこの漫画が。出た。で、ストーリーももうサスペンスです。まあ、主人公の戸津哲夫さんっていう、まあ、しがないサラリーマンがいるんだけど、そのサラリーマンをやりながら、まあ、めちゃくちゃ推理オタクなのよ、はい、自分で推理小説とかも書いたりしながら、で推理のことに関してはもうすごい好きで、そんな中、戸津哲夫、主人公の戸津哲夫の娘、麗華っていうんだけど、この娘が半グレ集団みたいなのとつながってて、でその集団とつながってる結果、まあ、ちょっととある殺人事件に関与してしまうのよ。そう、娘は悪くないでね、はい、娘は悪くないでけど、その殺人事件を犯した連中とつながりがあったわけよ、はあ、それによっていろいろよからぬことが起きんねんけど、でその中で主人公の戸津哲夫、まあお父さんね、はい、娘を守るためにある人物を殺しちゃうねん。殺人事件を犯すけれども自分推理オタクやん。自分のその持ってる推理の知識とかを駆使して、自分が犯人ではない違うやつをでっち上げ犯人と仕立て上げようとするのが第一部で、これがよくできてるのが奥さんいるよね、はい、奥さんにもまあ最終的に全部を伝えて、夫婦で娘を守るために一人の真犯人をでっち上げようとするんだよ。どうやって真犯人でっち上げて娘を守るために、なんなら自分は殺されないために、で最終的に真犯人をでっち上げて、はあ、その真犯人は捕まるのよ。で娘守った、で第1部が終わる。結構内容いっちゃいましたね。第2部はその自分の主人公がもう捕まるなっていうところから始まるんだけど、そこによくあるパターンの最初にエンディング間近のストーリーを見せといて、そこに至るにはこうなりましたってのが第2部やから、じゃあもうゴーが出来上がってるの。出来上がってる。でっち上げた犯人が、はい、お前はここまでだって銃突きつけるところから始まんねん。え、捕まってるんじゃない。捕まって出てきてるから、証拠不十分で。で第2部は父親と母親がどうして出会った。で、このおかんはおかんでものすごく闇を抱えてるのよ。だからこのヒーローでもある主人公の戸津哲夫と出会うまでの話とかが第2部出てくるんだよ。だからマイホームヒーローって第1部は娘にとってのヒーローがお父さんや、はい、で第2部は奥様にとってのヒーローが旦那さんや、でトータル家族にとってのヒーローが主人公。まあ、もしもの話ですけど、はい、もしもですよ、うん、もしも結婚できて、うん、もしももしも結婚できて導入おかしないもしもお子さんがそういう状況に陥ったら、うん、そこまでできます。俺はそこまでの覚悟はできないと思う。その主人公ほどの覚悟はできない。で、なんで主人公がそこに至るまでの覚悟を持って、はい、真犯人をでっち上げようとしてるのかは、要は第2部で奥様との出会いが結構壮絶なの。なるほど。奥様と出会い、奥様との結婚に至るまでがめちゃくちゃ壮絶やね。でその中で生まれた待望の娘、だから守りたいね。結局奥さんと娘両方守りたいから、自分は全てをかぶってでも助けるっていう。奥さんとの出会いもなかなかじゃおもろいです、ね、なかなか面白い。で、その奥さんとの出会いは第一部では全く触れてないから、普通に、あ、いい奥さんやな、旦那さんもいい奥さんやな、けなげやな、すごい
実直のまっすぐな存在やなと思ったら、そうなる裏には第2部の出会いのストーリーがめちゃくちゃ効いてくるね。そんな人の出会いもすごいですね。すごいよ。ヒーローと思えるような人に出会い、過去にそういう人と出会ったことあります？なんか自分がこう落ちてる時とかに助けてくれたヒーローみたいな人います？いるよ。あ、います。だって俺が休んでた期間支えてくれた彼女はそうや。休んでたの？ネット見てないの？結構出たよ、あの当時。あの時に支えてくれた彼女は今でも感謝してるし、あの子がいなかったら俺はひょっとしたらボロボロになってたかもしれないし。僕らも結構いましたよ、あの時。お前もいたよ。お前もいた、良平、はい、もいたよ、はい、でも僕らもヒーローみたいな。いやいや、下僕。でも多分俺の知らんところでは実写化動いてるはずやねんな。あとは俳優さん誰がやるかっていう。もう全く映画想像できないんで。でも40代後半50歳ぐらいの主人公やね。小栗旬さんとかええんちゃうかなと思ってんね。と誰やろな今。それこそタイがやってる長谷川博美さん。いいですね。ただこの浅木先生の作品、はい、過去作見ると割とジャニーズ多いような気がするんだよな。松岡さんがちょっとあったけど、そしたらジャニーズのちょっといい年齢取ってるかな。西京さんとかですか？ちょっと行き過ぎです。日記はちょっと行き過ぎです。まあだから証拠として残るから、俺の予想が当たってたらええな。いや本当、マイホームヒーロー、9月から TBS 9時で放送。これでも予想だったら出れる可能性あります。マジ誰かが言ったおかげでドラマが出されましたっていうので、もしかしたらオファー来るかもしれない。せやな。2021年1月マイホームヒーロー TBS 9時で、ドラマ化されますので、ぜひご覧ください。大丈夫、保証を取ったから。俺は半グレの役で出てます。半グレのパシリっぽいですね。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。